か。こんにちは。さあ、豊さん、はい、今日は、豊さんのおさらい動画です。お、怖いね。怖いです。覚悟してください。今年野球界でブレイクするであろう選手というのを実は開幕前にもう予想してたんです、豊さんが、はいはい、それの答え合わせです。なぜその選手がブレイクしたのか、なぜその選手が今シーズン活躍できなかったのかを豊さんに分析してもらいます。この時期です。この時期、はい、まさに1年前この時期です。で、20万近く再生されてる。うわ、じゃあ電話も記憶に、まあ、優勝チームからいくと、はい、まあ、ヤクルト。さあ、豊さんはヤクルト誰を挙げていましたか。村上違う、なんで違う。まあまあ、そうか、タイトル取ってたもんな。まずそこから豊さんの通信簿が始まります。さあ、誰でしょう。誰っつってた。塩見。もう全くです。まず外野手内野手じゃないです。ピッチャーか。そうです。金久保全然違う。違う、何全然違う。いわゆる去年活躍したピッチャー2人挙げてたんですよ。ああ、奥川。そうです、1人は。そうです、奥川で高橋圭司。そうです、この2投手。奥川怪我したもんな。そうなん、まあそこはね、怪我まで読めないいくらなんでも、ね、申し訳ないけど、はい、まあ、そこはだから、まあ奥川投手は仕方ないということで、うん、高橋圭司はコロナになったりとかいろいろしてた、ね、いろいろ。そうですね、まあ、だから大騒ぎしてたよね。はい、ある程度のパフォーマンスは見せてくれた。そうですよね。でも、まあ、登板数からすると少ないよな。まあ、一昨年の方がより鮮烈なっていう感じではありましたけれども、ね。まあ、まあそうだな。あ、去年の方が、去年の方がな、はい、まあ、これは仕方ないよね。そうですね、怪我もあったので、じゃあ仕方ないと、ね、病気もあったしな。そうですね、はいはい、では、はい、次 DeNA 森。あ、もうこれ正解です、うん、はい、森はね、キャンプの時はいい感じで行ってたんだよ、うん、でオープン戦で怪我したでしょ、はい、まあ、こうなってくるとキャンプがゼロになるんだよね、うん、オープン戦の時に怪我しちゃうと、はい、昨年よりは今年の方が多少成長したかなっていうね、うん、守備の面とかでね。守備の面で、うん、プラマイゼロっていうとこかな。怪我がもったいなかったな。そうですね、うん、怪我がなかったとしたらどのあたりが成長できたのかなっていうふうには、まあ、しっかり守備の時は投げれるようになったよね、うん、冒頭の率が低くなったということ、はい、まあ、バッティングはまあこれからだけどな、まだまだな。なんかいい兆しの面って今年ありましたか。まあ、守備が落ち着くと安心して打席に立てるということはあるんだよ、うん、まあ、守備が落ち着いてきたっていうのは一つの成長かなとは思うけどね、はい、うん、ただまだまだ物足りないよね。そうですね、全然物足りない。来シーズンはどのぐらいの成績を豊さんは求めますか。まあ、強打入ってきてるしな。そうなんです。まず競争に勝てよっていうことだよね、はい、若いから魅力があるから使うんじゃなくて、やっぱりポジション競り合って取って、それで成績をなおかつ残さないとダメだなと思うよね、はい、もう与えるっていうことは多分しないと思うよ、はい、まあ、牧もいるし、で京田も入ってきたし、はい、であそこにライバルって柴田もいれば大和もいるし、はい、だからそんなに簡単ではないよね、うん、まずはライバルに勝てっていうことだよね、うん、じゃないと未来は見えてこない、うんうん、まあ、よりやっぱり来シーズンも厳しい戦いが待ってるってことですね。まあそうだね。阪神です。中野あ、サトテルだ。違いますよ、豊さん。サトテル、うん、いい線いってます。サトテル焼き選手。大山大山は違うか。ネクストそうですよ。誰がいるよ。期待してる選手いますよね、来シーズン。ああ、そうです。井上。そうです。井上光大選手。なんでかね。全く影の形もなかったな。今シーズンそうでしたね。ほら、俺が悪いっていうより井上が悪いよ、お前。どこがまず言う悪かったんでしょうか、今シーズン。まあ、マンチカンパンチだよね。あ、まあ、言ってましたね。そうそうそう、はい、それを大きく大きく岡田監督が変えてきてるから、はい、まあそろそろ出てくるんじゃない、来年あたり。出てこないと困るよ。でもあれだけスケール感のある選手っていうのはなかなかいないから、はい、もうちょっと自分のね魅力を立たせるように、はい、まあ頑張らなきゃいけないよね。これなんで来ないんだろう、ね、俺が聞きたいよ本当。お前何やってたんだって。そうですよ、ね、いや本当に俺が聞きたいよ、ね、俺が聞きたいよ。それだけの素質がありながら、はい、魅力がありながら、うん、どこで何やってたみたいな。そうですね、うんうん、まあ、本当来シーズンこうならないように大きく大きく。そう、もちろんですよ、はい、新しくね体制も変わりましたし ね、 そうだね、はいはい、さあ続いてカープ子供。まあそうですね、ここはもうお好きなんでだよそれ。そうか、お、そうですって驚きがないじゃないか。いや、ここはもうないですよ
ホームな、最初苦労したな、バッティング崩してな、はい、でやっぱり彼の持ってるセンスというかね、はい、まあ、そういうものがこう立ち直って、うん、まあ、終盤には小園という人間を取り戻してたけどね、はい、そうですね、うん、本来の姿を頑張れよ小園も。いやまだまだ違う違う、もう首位打者争いをしなきゃいけないぐらいの素質を持ってんだよ、はい、何やってんのかな、あのでいつも出だしが遅いのくなっちゃうんですか、ね、いやどうなんだろう、もうそんなこと言ってられないけどね、うん、もう小園のチームにしちゃわないとダメなんだよ、うん、ってことは来シーズン何が必要になってきますか、さらに、まあ、リーダーシップだろうな、自分でそのぐらい取るぐらいの意識が必要だよね、はい、村上みたいに、うん、もうパパなんだから、そうですね、頑張って、もう顔も公開しちゃって、そうですよね、うそう、今までモザイクかかモザイクなモザイクかけられてたけど、ようやくモザイクが外れたんで、あ、リサちゃん元気かね、ね、仲良くね、家族4人で、いやいや、微笑ましいよな、いや、いいと思います、すごい、うん、本当に頑張ってほしい、うん、ただ、カープ、はい、あと3人挙げてますよ、だから3人、坂倉違います、中村翔成、そうです、1人は中村翔成遊んでたからな、そうですね、うん、来シーズンはどうすればいいでしょうか、まあ、サードを回ってこけないように足腰鍛えるってちゃんとね、自分の体力もきちんとしないといけない、いやいや、まあ、まずはやっぱり野球に真摯に取り組まないとさ、そこです ね、うんうん、そんな甘い世界じゃないし、はい、チェアをされるのはね、うん、ユニフォーム着てるだけで、はい、脱いだらただの人になるから、うん、今頑張らないでいつ頑張るんだっていうね、はい、まだ若いしね、うん、まあ、若いからいろんな誘惑もあったと思うんだよ、はい、自分も誘惑したかもわかんないけど、うん、やっぱそれがね、野球に対してマイナスだっていうのはよく分かったと思うし、はい、真摯にね、うん、野球に取り組めば、はい、素質はある人間だから、うん、頑張ってほしいと思うね、はい、そしてまだいる、はい、森下は頑張ってるよね、もう十分十分ですもんね、あれ誰だろう、広島だろう、うぐさん、そうです、どこ行ったんだあいつ豊さん一押しにねえしてるのに、俺がコーチだったら首根っこ引っ張ってもお前何やってんだって言うけどね、はい、どこが良くなかったんでしょうか、うぐさんはね、はい、基本的に打ちに行ったらかかと体重になっちゃうわけよ、はい、そしたらやっぱ外は遠く見えるし、はい、内は回転できないから詰まるわけ、うん、まあ、そういうところを修正しないとちょっと厳しいかなとは思うよね、うん、でも一瞬輝きを見せた瞬間あったけどね、うぐさんもね、はい、だから続かなかったな、そうですね、うん、そこはちょっとね、継続というか物はいいんだけどね、なかなか成長しないな、難しいですね、そのワンチャンスを物にしてそれを継続させていかないと、そうだ、ね、一軍にはっていうことですもんね、うん、レギュラーには来シーズンでもまだ引き続き期待は、いやちょっとやめようかないやだって全然出てこないんだもんもうちょっとね、豊さんももういやだってもうレギュラー固まってきちゃって、秋山入ってきちゃってるしさ、そうなんですよね、そうなってくると出番なくなるよね、そうですね、本当うかうかしてたらっていう感じですけども、本当だよ、はい、あともう一人、え、広島、はい、言ったじゃん、3人、4人です、4人、はい、ゆうたさん4人挙げてたんです、カープだけ、なぜでしょうか、林、そうです、どこ行ったんだあいつ、お前なんかどこ行ったか思い出すんですけど、本当になんか出てこないな、あれサードのポジション取ったと思ってたのに、違う、全くだな、はい、何が起きてんのかねいや、あんまり分からないんだよ、ちょっとね、若手でハッと来たら、はい、トントンと行かないと、はい、もうレギュラーの道っていうのは閉ざされるんだよね、ある程度、そうですよね、そうそうそう、忘れられていっちゃいますもんね、だからみんな歴代レギュラーになっていく人っていうのは、はい、若い時にちょっとあ、来年期待ができるなと思って、うん、ポンポンと行くんだよ、はい、行かないっていうことはもうレギュラーじゃない、レギュラーは取れないのかなと思っちゃうよね、どんどん厳しくなってきますよね、うん、もう1年ごとに、来年はどうすればいいでしょうか、まあ、姿を見せてくれって、まず、まずそこですよね、まずそこだよ、うん、じゃあジャイアンツです、1名です、ここはもう秋色、そうです、お出てこれませんでした、どこ行ったの、まあ、いやあれだけ2メートルあるからな、どこ行ったのか分かるんだけど、いや分かりますよ、ね、街中でもすぐ分かっちゃうんだ、すぐ分かるんですけど、一軍ではちょっと、そうだね、はい、でもファームもたまに見るんだよね、はい、その時に感じたのは、ああ成長してきてるなっていうのは見て分かった、はい、で体幹が強くなってるし、うん、さなかなかジャイアンツで、ね、ポジションを取るっていうのは厳しいかも分からないけども、徐々には成長してきてると思うよ、そうです、ね、これ俺多分言ったと思うんだけど、はい、秋色には期待はしてるけども、今年、はい、
そんなには姿見れないんじゃないかなっていうのは多分言ってると思うよ、うん、はい、そんな簡単な世界じゃないしね、うん、でもあの体幹が強くなって振りもシャープになって、そうなってくるとやっぱりチャンスはこれからあるよね、どんどん。おー、来シーズン体が出来上がって、やっと出来上がったかなっていう。でかい人はさ、はい、大きいから、うん、まあでかいから大きいんだけどですね長いから、そうですね、縦に、はい、だからあのなんか体幹を鍛える、うんうん、それって大変だと思うんだよ、はい、俺の倍ぐらいあるでしょそれはないでしょ、それはないそれはいや、だからやっと体が出来上がってきてるかなっていうふうに思うから、うん、これからだな。そうですね、はいはい、ただこれからといってるうちにいろんなベテランが入ってきたりとか、まあ、ルーキーも入ってくるしな、ね、うん、ジャイアンツはさらに、まあ、そうだな、ただ頑張っていかないと、うん、本当に、ね、忘れられていってしまっても、ね、困るので、いや困る困る、はいはい、さあ中日です、2選手これも当てられると思います。岡林違う、いないのえ、岡林選手は全くノーマークでした。あ、石川、そうです、まず一人目、うん、石川怪我やな。そうなんですよ、ちょっとこう上向きになってきた時に怪我しちゃったからな、ま、1年間ボーっちゃったよな、はい、また一から出直しだな。ただね、本当来年はもうあのサードで立浪監督もこう言ってるように、まあそうだな、うん、使わないとな、はい、いる頃っていうのは勝負強さもあったしさ、はい、期待通りだなっていうふうに思ってきてたんだけど、うん、怪我っていうのがな、もったいないな。もったいなかったですね、うん、あの暴れん坊将軍のね、あの打席の曲、来シーズンはね聞けないよ。え、多分帰ると思うなんかいや、やっぱね、怪我したら弦を担いで変えたりする選手が多いから、はい、俺は変えると思う。来シーズン予言しとく。これは予言変える変える。うわ、そうか、あれ好きだったんですけどね。石川見ろこの動画をそして帰ってくれさあ、あともう一人選手、え、もう一選手、もうすごい心配してました、湯高さんは。どっちなんだみたいな感じだったので、ようやくこっちで決まりました、今シーズン。あー、ネオだ。そうです、あ、ネオ投手に決まりました。だ、去年はだからまだ投手なのかっていうのも全然、どうするんだ。まあまあ、でも野手で言ってたよね、野手で、はい、今シーズンね、途中でピッチャーに変わってみたいな、はい、まあ、いきなり先発っていうのは難しいと思うんだよね、はい、やっぱ中でやりながら球種をちょっとずつ覚えながら、うん、で最終的には先発持っていくのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じはするけど、でもタイプ的にはやっぱクローザーだとか、そうですね、セットアッパーだとか、うん、まあ、やっぱショートの方がいいような気はするけどね、うんうん、まあ、今年の出来としては、豊さん、根尾投手に関しては、根尾選手に関しては、いやいや、それはもう一軍にずっといたわけだから、はい、それはよく頑張ったっていうふうに言わざるを得ないしね、うん、で、まあ、途中でピッチャーに変わって、はい、それもしっかりこなしたしね、はい、これはしもうしょうがないよね。そうですね、この配置転換はね、そうだな、チーム事情であったわけですし、うん、頑張ったとも言えないしね、うん、なんかそうですね、だからそのポジションがなかったわけだから、はい、その自分の働く、まあ、やっと見つけられた年になったのかなっていうような感じがするよね。そうですね、こっからようやく本腰入れていけそうな、もう腹が決まったんだったらね、はい、でもネオに、いや、バッターの色気があるんであれば、はい、まだ腹が決まってないっていうことだから、ちょっと中途半端になりそうな感じもするけどね。あ、だ、いろんな人がいるな。やっぱピッチャーの方がいいっていう人もいるし、野手の方がいいっていう、はい、まあ、この前アーノと話してるよして、ね、あの動画で話した時に、うん、いや、僕は野手だと思いますよって、はい、まあ、ピッチャー専門家から見て、まあ、そういう意見だったしね。そうですね、うん、ちょっとピッチャーとなるとちょっとねみたいなところはあったしね、うんうん、そうです。セリーグ終わりました、はい、パ・リーグは実は、まあ、4チームだけ豊さんがちょっとパ・リーグで気になる選手っていうのをネクストでブレイク選手挙げてるんですけど、これはもう簡単ですよ。お、清宮、一切気持ちがありません。ないの？ない。安田ない。まずじゃあ日本ハム誰を挙げたでしょう。日本ハム話をしてる、はい、清宮選手出なかったんです。出なかったよ、はい、今川。そうです、今川焼き、今川焼きさん今川焼き年俸上がって、はい、よかった、ボートすんなよっていうのがあるんで。どうでした今シーズン。まあ、彼らしいパフォーマンスは見れたけどね、うん、いや、この子はやっぱり魅力あるわ、うん、あのね、良くなる。お、いや、でもやっぱブレイクって言えばブレイクしたよね。そうですね、ああ、ホームランも打ったしね、うん、で、満員の札幌ドームでホームランを打つのが夢だったって、それも達成したしさ、はい、今川はすごく来年期待できる選手の一人だよね、うん、お、来シーズン、じゃあこの今川選手さらにこうタイミングの取り方だな、うん、
こう引っ張ってくるような感じのタイミングが欲しいね、うん、俺は長嶋さんの動画を見ろって言ってるんだ。あ、今川選手、うんうん、それはラジオを通じてお父さんの方に聞かれてるわけよ。あ、今川選手のお父さんには聞かれてる。お父さんから今川に話をして、これが正しく伝わってるかどうかなんだよ。心配なのはね、人一回返すとね、そうなんだ、違ってあれしちゃうね、ニュアンス的にね、はい、インスタ繋がってないんですか。繋がってる。じゃあ DM で、うん、まあそうだね、はい、まあまあ俺が言うのもさ、あ、まあまあ、もバッティングコーチもいるわけだから、はいね、さあロッテです。2選手高め、そうです、高めブレイクしたよね。あ、これ見てくださいよ。だぞお前、やっと拍手。あ、ちょっと待ってくれ、拍手この1名だけか、はい、そんなことはないだろう。もっと例えば、うん、例えば秋広選手はあれだとしても、うん、石川選手怪我、根尾、うん、選手はちょっとよく分かる、まあまあそう、はい、森選手怪我などうぶさ選手、林選手出てこいつ、はい、まあでも高部選手はね、そうだね、はい、盗塁を取ったしな、はい、よく頑張りましたね。そうですね、スピードスター、おー、どんなところが今シーズン評価、やっぱね、まあ、今シーズンでは彼の持ってるセンスだな、うん、バットコントロールもいいしさ、はい、スタート切る思い切りもあるし、うん、ただ札幌でドームでフライを落としたのはちょっとびっくりしちゃったけどね、はい、え、何考えてんのみたいなのはあったけども、はい、まあトータル的に言えば1年間こうロッテを引っ張ったよ、よくね、はい、はい、よく頑張りました、ね、ありがとうございます。まあ確実に来年もねやってくれるということで、もちろんもうレギュラーの一角だからね、はいはい、さあもう一選手です。誰、はい、ロッテはい、ロッテ、ロッテ、はい、藤原、違う、もう藤原選手じゃなかったですね。藤原じゃない、はい、お、小木野、うわ、もうベテランだ、もうベテランだ、小木野じゃないネクストブレイク、違います。お、お、が、おが、はい、た、おが、たはいないよな、いないです。おが、は、あ、小川だ、はい、何やってんだ長さ、いやいや、あ、まあそうだな、小川な、はい、あのセンスの持ち主だったら出てくるな、はい、うん、今年はちょっとでしたけどね、なんでかね、うまいこといかんななかなか、そうですね、あれも怪我あったのかな、どうなんでしょう、まあ、怪我はね予測できないので、うん、やっぱりあれなんですけど、そうもう一回来シーズン、じゃあ豊さんネクストに押しますか、まあちょっと分かんない、まあ、それは分からない、はい、セーブ、小川、違うな、ルーキーだもんな、古賀はな、高木、違います、あ、川越、違います、前のシーズン怪我に泣かされたんですよ、この選手、なので豊さん多分ブレイクで、あ、うん、若林、そうです、なんかパッとしなかったな、そうなんです、怪我の影響なのかね、うん、一昨年がね本当によかったな、途中までな、途中までそうだったんですよね、ただ怪我っていうところで40試合で20個走ってるっていうな、はい、怪我明けの年だったからね、はい、だからまあ来年ポジションあんのか、わからないです、いや本当に1年2年でポジションなくなっちゃう、なくなるんだよね、怪我してる場合じゃないんだよ、はい、痛いや帰りや言ってる場合じゃないんだよね、うん、本当だよ、そうなんですよ、なので来シーズンどうなのかっていうところもね、まあでも彼が万全であれば面白いと思うけどね、そうですね、また盗塁王だったりとか、ね、はい、狙える選手だと思うので、さあ最後、まだいる、まだいます、ソフトバンクです、最後はリチャード、そうです、リチャード選手、ダメだな今シーズンも、そうですね、ファームのゲーム見てたら 2打席連発かなんか打ったんだよ、はい、おさ、わあ、これ上げればいいのって言ったら上げたよ、はい、いきなり使ったら全くだもん、なんでしょうね、なんなんだろうね、うん、考えすぎるとか、はい、結果を求めすぎるのかな、どうなんですかそのあたりって、あ、そのブレイクしそうで、うん、なかなかっていう選手っていうのは、まあ、1軍と2軍ではもう全くこう雰囲気だとか変わるし、はい、いや投げてるピッチャーがレベルが違うよね、うん、そういった意味ではそこら辺の壁をまだ乗り越えられてないのかな、沖縄でしょあの子、あ、そうなんですね、ちょっと沖縄で思い出したけど、はい、高木豊チャンネルを赤ちゃんが見るんだって、え、沖縄で、ああ、うん、高木豊チャンネルだけはじーっと見てくれるんだってなんでいや本当にそうなんですか、ああ、インスタで、はい、あの連絡くれた人がいて、はい、沖縄の人で、え、赤ちゃんいくつぐらいなんですかね、赤ちゃん5歳ぐらい、あ、5歳じゃない5ヶ月は座れるぐらい、あ、5ヶ月、
つ、うん、赤ちゃんがね、はい、ずーっと高木豊チャンネルだけは動かず見てくれるっていう何がハマってるんでしょうかね。何がハマったんだろうね。本当だ、可愛い子でしょ。可愛い、じっと見てる。そうなの、連絡ありがとうございます。いや、ありがとうございます。もうこれをね、返信したくても返信できないところに来てるから、うん、あ、なるほど、そういうことだったんですね。だからもうちょっとここを持って言うけど、うん、赤ちゃんにね、赤ちゃんね、ね、あなたに振ってますよみたいなそうですね。で、リチャード選手、まあ、リチャードね、はい、レベルがあってさ、ここをやっぱ超えないと一軍で安定的な数字を残せないって。確かにパワーとか一軍レベルで、一軍のトップクラスのレベルだから、はい、そのレベルを見ちゃうと、うん、あ、一軍でやっていけるのかなって思うけど、はい、やっぱその思考だとか反射神経だとかは、はい、まだちょっと一軍レベルじゃないのかなっていうような気はするよね。あ、本当に、ね、たくさん選手が、そうそうそう、いい選手がいる、ね、まあ、その中で焦りもあるのかもわからないしね、結果を出さないとまた変えられるとか、はい、そういうこともあるかもわからないけども、うん、一線を越えてほしいな。まあ、そうですね、うん、いや、今ね、ちょっと去年のこの時期にまさに豊さんが予想していたブレイク選手っていうのを今年の振り返りしましたけれども、はいはい、ね、豊さん的な見る目としては何点ぐらいでしたか。30点だなみんな出てこないんだもん。なかなか予想通りには来ませんね。やっぱね、ハングリー精神を持ってやんないと。もうそうですね、貪欲にもっと勝負ですね。そうそうそう、自分の発言よりも選手が出てこいと、俺に合わせて出てこいと。いや、俺の見る目は、うん、みんな素質があって、うんうん、素敵な選手なんだよ。そうですよね、うん、で、一軍でできるような選手をピックアップしてるつもりなんだけど、うん、まあ、あとは本人だよな。そうですね、うん、あとは確かに這い上がってこいって。そうですね、待ってるわけですもんね、うん、ということで今年もやりましょう。この時期に来年ブレイクしそうなネクストブレイク選手、豊さん、まあ、50点を目指してやるよ低いなんでよ半分当たるっていうことだから。あ、いいことか。そうでしょ。だ、そこに挙げられた選手はね、うん、頑張ると、来年シーズン頑張る。おーし、うん、高木豊チャンネル、うん、ね、うん、まあ、そんな効力あるか頑張る、いや、頑張る、ね、ああ、見てくれてるみたいな。そうですね、はい、それを目指して、じゃあ今年また撮りましょう。はい、わかりました、はい。